こんにちは。今回は神々が集う楽園、青島神社をご案内いたします。青島神社は海差彦、山差彦の神話の舞台です。彦ほほでみの御事が渡墨の宮から帰還した際に青島に上陸して宮を営んだため、その旧跡に彦ほほでみの御事、豊玉姫の御事、塩土の狼の三神をお祭りしたことに始まります。境内には亜熱帯植物のヤシ科ビロウをはじめ、さまざまな植物が繁茂しています。それらが他にはない聖域になっており、まるで神々の楽園のようでした。そして縁結び、安産、航海、交通安全のご利益があります。そして島をぐるり取り巻く波状岩は鬼の洗濯板と呼ばれ、青島から南の巾着島まで約8キロの海岸線に見られます。今回は計らずもちょうど潮の引いた時間で見ることができました。あまりにも美しい世界でした。どうぞ最後までご覧いただけると助かります。Thank you.
く紅葉さに移ろう。神様への感謝と願い事をお祈りください。皆様の願いが叶いますように、心よりお祈り申し上げます。なんか沖縄っていう感じがする。そうね、シーザーもシーザーっぽいような、なんか本宮
ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンを押してくださると励みになります。